はようございます。福島県いわきラトブ店へ本日は来ております。それでは行ってみましょう。おはようございます。いわきってどんなところなんですか？いわきは町おこしでハワイアンズが有名で、プラの町。プラの町、はい、へえ。あ、そうか、ハワイアンズはありますもんね。ハワイアンズやっぱり有名で、いわきって言ったらハワイアンズ。確かに、はい、あとは暖かくて海もあるし山もあるし住みやすい雪も降らないし暑いってことです。はい、ちょっと最近夏は暑いです。あ、なるほど。ちょっと夏はちょっと暑いです。冬はちょっと暖かいから、うん、そんなに寒すぎずで冬は住みやすいかもしれない。なるほど、はい、有名な食べ物って、ね、いわきはやっぱり海が近いんで、メヒカリがやっぱりいわきの魚なのかな。メヒカリの唐揚げとか結構有名なんですね。有名かもしれないです。ありがとうございます、はい。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、じゃあ自己紹介お願いします。はい、オーナーのクリスです。はい、店長の両親です。いわきラトブ店ですね。はい、奈良波店に次ぐ2店舗目なんですけど、今日のオープンはいかがでしたか？はい、奈良波店の時もびっくりしたんですけど、それ以上にお客さんが来てくれて、すごい嬉しかったです。じゃあ両親、どうぞ。お客さんがたくさん来て、あふれる雰囲気でお客さんもスタッフも楽しめたかった。朝2時ぐらいから働かれてて、はい、今だいたい6時ぐらいまでずっと製造してましたね。お客さん途切れずにすごいなと思って、はい、じゃあ今後このお店どうしていきたいかっていうのを、じゃあクリスさんからお願いします。まあ、このいわきラトブ店をベースとして、まあ、いろいろ移動販売に行ったりとか、イベントに出たりとか、まあ、コミュニトレっていう名前を広めていきたいなと思います。じゃあ、ジョージ、お願いします。いわきのパン屋さんといえば、チンギノトレと言われるような店舗にしていきたいと思います。はい、じゃあ、ありがとうございます。じゃあ、一緒に小麦の奴隷を盛り上げていきましょう。最後に、じゃあ、We are 奴隷で締めましょう。はい、じゃあ行きます。We are 奴隷。